はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はまあ宝具後にした山の大きな、そういえば使ってなかったなということで、まあ遊んでいこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、山の大きな、まだスキルが上がりきってないんですが、現在 QP 不足かつ毒針不足によりスキル上げができておりません。ご了承ください。ではもう早速やっていきましょう。ただこの子てか、まあ全てのキャラクターにほぼほぼ言えるんだけど、星5の宝具後ってなんか火力の暴力だなってすっごい思います。ということで、まあ早速ポンポンやっていきます。 NP だけ振ってもらって、陳休さんいってらっしゃいって感じです。まあ速攻短期にしようと思ったら陳休張るのが一番楽だからね。激しいって思ってるし、ただ次のターンに落とそうかなとか思ってたんですが、次のウェーブに2体なんで落とすことができないっていう悲しみ。うん、ここバスターカードがなくてもよかった。で等速にしとこう。俺そういえば等速でちゃんと見たことなかったからな。ということでチェインボイス聞こう。が良い。腕章は何時の名を指し示した。国士の歯、首を断つか。アズラエル、やっぱかっけーねー安定してかっこいいな。アズラエルはなんか羽が舞っていくシーンもすっごい好きなんだよね。で、山の大きなのいいところって、エクストラアタックだけで星結構生んでくれるっていうのもいいところなんじゃないかなとか個人的に思ってる。で、ここちょっと残したい。残したいので、まあ、多分これで残るでしょう、きっと。クリティカルしない限り。ああ、よかった。あ、ダメか、入っちゃった。まあいいか。で、これ4000ぐらい入ってくれたら、あ、オッケーオッケーオッケー。落とせたと、完璧ですね。よし。ということで、強化された死の口。まあ今回強化されたスキルなんですが、自身にガッツ状態を付与し、死の淵状態、ガッツ状態の間、自身のバスター性能アップする状態を付与し、ガッツ発動時に自身の、なんか色々って書いているんですが、まあ実際のところ、このスキルに関してはガッツをしながら5ターンの間バスター性能を上げてくれると思ってもらえればいいかなと。すごい分かりやすいね。なので普通に火力を出そうと思った際に相当出しやすくなったという感じです。今日実際のところ山の大きなに関しては第3スキル第2スキルで攻撃バスター性能アップ持ってたんですが、さらにバスター性能を上げたということで脳頻度が増してるんじゃないかなって個人的に思っております。で、多分ここは耐える。うん、オッケー。で、こっちのやつを処理したら、多分いい感じに火力を出せる山の大きなさんができるはず。まあ、マスタースキル使ってもいいかなと思ったんですが、まあ、使う必要多分ほぼほぼないので、使わずに行きましょう。で、9から始まるとね、22個を生んでくれるのも大きな点だよね。で、ガッツが発動したということでバスター性能はなくなったんですが、バスター性能がなくなってバスター性能を1ターンの間ダイアップする状態を付与して、NP を増やすが付与されたという感じですね。で、ここから進行の加護、攻撃力 HP を大回復して防御と攻撃力をアップ、弱体耐性をアップ3ターンですね。もうこの時点で体力が6100にまで戻ってるってことを考えると、体力の約半分ぐらいを回復してくることになるかな。やっぱ優秀だね。で、そこから腕章ということでバスター性能アップ。これ即時入ったら火力が見れないからすごい悲しいんだけど、どうなるんでしょうかという願い。即時は入らないでほしいなって言ったら入るからね。あ、等速にしろ。腕章は何時の名を指し示した。国士の歯、首を断つか。アズラエル、
おお、21万、21万か、このバフだけで。やっぱ火力高いね。アサシンの単体で21万を、まあもちろん宝具後になってるっていうのはあるんですが、その単体でスキルも曖昧、まあ中途半端な感じでここまで火力を出せるってことを考えると、まあマーリンとかでバフってあげたら相当やばいよねっていうのもあるし、まあ短期運用をする際に破壊力としてはやっぱ抜群になるんじゃないかなと思います。いやけど実際たったこれだけで21万なんでしょ。バーサーカー相手に、ライダー相手とかにしたとしても安定して火力を出すことができるって考えたらやばいな。でまあライダー相手だった場合クラス相性で耐久もさらにしやすくなるってことを考えた時に、うわースキル増したいな。第1と第2のスキル間をやりたい。第3なんかあんまり良くな、どうでもいい感じがするけど、やばいな、山の沖のスキル上げのやつが変わってしまったな、いろいろと。伝承結晶があまり出したらちょっと山の沖に入れていきましょう。ということで今回短い動画だったんですが、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。